6月13日に引き続き今回も189の独立移住権はコンストラクション系がやはりたくさんミニマムの65点で出ています。こんにちは、まさとです。今回はですね、189の独立移住権のビザのインビテーションが9月5日に出ておりまして、なんと数が前回の6月13日に比べて2000人以上たくさんで、7937人インビテーションが出ております。詳細についてですね、説明していこうと思うんですけど、タイムブレイクポイントっていうのがありまして、前回の6月13日の時は2024年5月までに EOI を申請した人を対象としてインビテーションを出してたんですけど、今回9月5日のインビテーションは2022年9月までに EOI を出した応募者対象となっているということなので、おそらく前回の6月13日では、まあ、例えば点数が足りなくて招待状が出なかった、昔に遡ったケースを今回点数が取れなかった方対象として今回インビテーション出していると思いますね。昔に遡っているっていうことが今回のタイムブレイクポイントでわかるってことなので、前回出なかった方は今回出たっていう可能性もあると思います。まずコンストラクション系なんですけど、6月13日に引き続き今回の9月5日のインビテーションもですね、ミニマム65点で全て職種出ております。例えばカーペンター、大工さんとか、ね、ブリックレイヤー、レンガ工と、2ヶ月おきにインビテーションおそらく出ると思うんです。引き続き65点のミニマムでトレーディー系が出ると思います。もしトレーディー系で永住権を狙いたいって方はテーフでカーペンターの勉強をして、その後ジョブレディプログラムを1年間、それを経てね、取れる可能性が高いということなので、職種とかですね、特にこだわりがないって方はですね、カーペンターを狙って189のビザを狙うっていうのをおすすめしております。で、次に会計士関係ですけど、前回は100点必要だったんですけど、今回95っていうことなので、まあ、ほとんどまあ変わらないんですけど、だいたい90から100っていうところですかね。その辺の点数を、まあ、EOI で取らないと招待状が出ておりません。引き続き会計士に関しては厳しい状況ですね。まあ、ただ会計士で行きたいっていう場合の方はマイグレーションポイント、必ず英語はですね20点、 IELTS 8.0、 PT79点って必須となりますし、まあ、他にはプロフェッショナルイヤーをやったり、あとはナティをやったり、いろいろこう得点を上げる方法あると思います。しかもですね、まあ、年齢がやっぱり関係してくると、年齢の点数が下がってしまうと、その分他で相殺しないといけないって思うと、会計士で行くのはかなり難関かなっていうふうに思います。次にエンジニアに関しては前回と変わらなく、75点から100点のレンジでですね、インビテーション出ております。エンジニアと言われてもね、いろいろあります。ご自身でですね、どのエンジニアで行くかっていう職種をですね決めてもらって、必ずですね EOI の最低ポイントを調べて、75点から100点、結構レンジが広いってことなので、どれで行くかって決めていかないといけないと思います。で、結構変わらなく厳しい2つ目の職種としてはシェフですね。前回95点なんですけど、今回90、変わりなくやはり競争率が高いっていうことで、シェフの EOI の最低点数は全然下がる傾向ってなさそうな感じですね、今年も。なのでシェフで行きたいって方は、まあ、189を狙うというよりも、むしろですね482、186順序ですね、永住権を狙っていくって方がいいのかなっていうふうに思います。あとはティーチャー系ですけど、6月13日のインビテーションでは85点がミニマムだったんですけど、今回もまあ変わらないですね、まあ、80から90、教師に関しても結構厳しい、まあ、あまりおすすめはしておりません。ただ需要としては教師はすごい高いので、もし英語力、特にスピーキングライティング高くて、教えるのが好きっていうのが自分の天職だと思うのであればです、大学で3年か4年教職課程やって、で IELTS のアカデミックを取って、それで189のビザを取れるっていう可能性は十分、まあ、あると思います。 RN ですね、性看護師ですけど、前回6月13日では85点って結構びっくりするほど、うわ高いっていう風に思ってたと思うんですけど、でも今回は一気に10点下がってですね、平均的75点 EOI を取ればですね、インビテーション出ております。徐々に下がってきてると思います。性看護師に関してやっぱり需要が年間通して高い職種の一つですので、75点が次は70点、で徐々に65点に下がっていくっていう風に予想僕はしておりますので、189狙うっていうことは可能だと思います。なので大学で3年間の勉強をして、でその後看護師登録をして、で働きながら189のための EOI を申請して、で待ちながら、あとは州スポンサーとか、その辺の別の、ね、選択肢、まあ、ビジネススポンサーも含めてですけど、別の選択肢も同時並行ですね、やっていくとビザの、ね、可能性がかなり高くなると思います。
まあ、正看護師に関してはチャンスはたくさんあると思います。次に IT 専門職なんですけど、90から100、まあ、前回とやっぱり変わらなく結構高いですね。まあ、IT とか会計士とエンジニアっていうのは変動はしますけど、総じてやっぱり100点っていうのがまあベンチマークだと思いますね。特にこう会計士が一番厳しいわけですけど、 IT に関しては結構やっぱり需要が高いんですね。ニューサウスウェールズ州の例えば州スポンサーとかですね。ただ競争率が高いっていうのと、インド人がですね多いですね。 EOI の全体の招待状の数の 20% ぐらい占めてるっていうふうに言われているんですね。なので結構ね、インド人と競争っていう意味で IT は結構大変なのかなと思います。まあ、僕自身がね IT の職種でですねビザを取った人間の一人で、まあ、競争率は依然高いのって、まあ、それに勝ち抜くために高得点 EOI を取るっていう必要はあります。次にチャイルドケアセンターマネージャーですけど、5点下がったんですけど、85点から80点っていうのはミニマムの EOI のポイントで今回インビテーション出ております。チャイルドケアに関しては189を狙うっていうのは結構ね大変かなと思うんです。というよりもむしろですね、需要の高い、まあ、田舎の地域に行ってテープで勉強して、そこからスポンサービザを狙っていくっていうのが一番僕はおすすめしております。で最後にですね、ソーシャルワーカー、前回85点で結構高得点でインビテーション出たんですけど、今回10点ダウンして75点でですね招待状が出ております。で、まあ、数に関してはわからないんですけど、前回よりもだいぶ緩くなってきております。正看護師と同じくですね、最終的に65点まで下がるっていう可能性が十分あると思います。ソーシャルワーカーで考えているって方は189っていうのも一応念頭に置いてですね、 EOI を申請して、でかつ州スポンサーと他の選択肢も考えながら同時並行で準備していくっていうことをお勧めいたします。ということでですね、今回189の独立移住権が前回よりも2000人以上アップして7937人も出たっていうことでですね、今回少し解説をさせていただきました。で、あの今回の動画を見てですね、質問とかございましたら、ね、概要欄下のコメント欄の方に質問をしていただければですね、答えられる範囲でですねお答えいたします。今回の動画がですね少しでも役に立ったと思っていただける方は高評価していただいてですね、まさと造字ライフのチャンネルですね、まだ登録されてない方はぜひご協力の方よろしくお願いいたします。僕はですねオンラインの Google Meet を使って PT アカデミックという英語のテストの特別対策コースをですね提供しております。スコアが伸び悩んでいるとか、そういった方はですねぜひあの僕のコースをね始めていただければなと思うので、概要欄下に僕の公式のサイトのリンクをですね貼り付けておきます。まずは初回無料コンサルですねご予約していただいて、まあ、ご予約時間に関しては日本時間ではなくてオーストラリアのキャンベラ、メルボルン、シドニー時間に合わせております。日本からのアクセスの場合はプラス1時間というふうに計算してもらって予約していただければなと思います。10月7日からですねオーストラリアのキャンベラ、シドニー、メルボルンはですねサマータイムに入ります。そうなりますと日本との時差がプラス2時間になります。時間のですねご注意していただいて予約していただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。 Thank you very much for watching and see you guys in the next video. Bye!